こんにちは、シングルリードの電脳博物館館長の久保崎です。今日はアモーオンというメーカーから出ているリードを含めたですね、サックスの練習用の5点セットというもののレビューの後半になります。前半の動画ではこちらの5点セットで購入したものの中で、特にこのリードのですね、カットの特徴や他のリードとの吹き比べ、おすすめの使い方などをご紹介してきたんですけれども、こちらの今回後半の動画ではですね、リード以外のものですね、このチャンネルではリードのことに絞って情報発信をしていこうというふうに思っているので、ちょっと番外編的な感じにはなってしまうんですけれども、やはりこの5点セットを見た方であれば、皆さんやはり一番気になるんではないのかという、特にこのサックス用のミュートというもののですね、機能や性能を中心にご紹介していきます。で、今回、こちらで購入した、アモーオンの5点セットというのは、僕はAmazon でですね、見つけて購入したものなんですけれども、まずは前回ご紹介しているアルトサックス用の、リード、10枚入りのものが、ワンボックスと、コルクネックに使用する用のグリスですね。で、次に、マウスピースのパッチが2枚ですね、そのうち1枚はすでにこちらのマウスピースに貼られて、現在使用しています。で、もう一つは、こちらの、サックスを、掃除するため の, クロスですね。で、このクロスには LADE という印刷が、しっかりとされているものになります。で、最後に、これが、サックスのですね、弱音器ミュートということになっていまして、これらの5点が全部入った状態でですね、1100円ほどで、売られているというものになります。送料も無料の中国製のものです。で、まずは簡単にですね、ミュート以外のものからなんですけれども、まずこのグリスですが、実際に自分のサックスで使ってみたんですけれども、十分使えるものなんですが、非常に、水っぽいグリスではありまして、塗った時にですね、グリスがいっぺんにつきすぎてしまうというか、普段使っている、柳沢から出ているようなですね、コルクグリスというものを僕は普段使っているんですけれども、比べてもやはり水っぽいというか、少しベシャベシャした感じですけれども、コルクに塗った場合には、マウスピースとの摩擦などを軽減してですね、いいものという印象はないんですけれども、使えなくはないものだと思いました。で、次にこちらのパッチですね。で、パッチはですね、僕は普段、自分の楽器のマウスピースにつけるときに、神奈川県横浜市にあるですね、セントラル楽器という、自分が住んでいるところからも割と近いところが出しているオリジナルブランドのパッチというものが非常に気に入っていて、そのパッチはそれを使い続けているんですけれども、パッチというのはですね、吹いてる人は結構音色の違いや吹き心地の違いというのを感じるものなんですけれども、普段使ってるセントラル楽器のものに比べて何か響きが貧しい感じがするというか、これは何の問題なのかもしれないんですけれども、このパッチも使えないものではないんですけれども、パッチに関しては音があんまりいいものではないなと思って、しばらく使ってみて、早めに変えてしまうかもしれないなというふうには思っています。ただ機能的にはですね、一応使えるパッチなんではないのかというふうに実際に使ってみて感じています。で、このクロスというものはですね、これも実際に柔らかめの生地の、普通の布ですねという印象で、普段使っているものに比べてすごく優れているという印象もないですけれども、特に何か悪そうなところも見つからないという印象です。きちんとしてないメーカーのクロスというのはですね、しばらく汚れてから1回洗濯をすると、バリバリになったりするものっていうのもあるんですけれども、これはまだ購入したばかりで洗濯はしてないので、そういった部分は分かりませんが、今こうやって手触りであったりだとか、そういった部分は、特に何も問題はない非常に普通のものですので、楽器が汚れてきたりしたら普通に使おうかなと思っています。で、最後にこちら の, ミュートなんですけれども、今回はそのアモーオンの5点セットの中の1つとして、僕はこれを手に取っているんですけれども、 Amazon などで見ていただくと、
メーカー名がアモオンという形ではなく、ETF バイだったり、E バイだったりだとか、まあ、あのアルファベットの読み方はわからないんですけれども、まあ、いわゆるノンブランド品というような形で出ていたりする場合もあるんですが、Amazon の、方ではですね、まあ、こういった形の、外観からほぼ同じものであろうというふうに思える中国製のサックス用のミュートというのが単品でもあのいろいろ出品されているものなんですね。でアモオンの5点セットではなく単品で売っている、こちらの、中国製のアルミのミュートでですね、レビューというものをあのいくつか見てみたんですけれども、まあ、先に購入して買ってみた方からはですね、楽器が傷みやすいだとか、音量が、まあ、大して落ちないという、まあ、そういったレビューがあの大半を占めているというイメージのものでした。まずあの楽器にセットする際に、楽器が傷みにくく、またあのミュートとしてしっかりはまるために、フェルトが、アルミ製のこのお椀のようなものの周りに貼られているんですけれども、でちょっとこれではですね楽器にはめる際に十分ではないと思いましたので、こちらの楽器に当たる部分にはですね製本テープを使ってですね、緩衝材を作って使用しています。アルトサックス用のいわゆる消音器という、楽器の音量を落とすための道具ということではですね、こちらのいわゆる、まあ、あの E サックスというものが、僕自身は、まあ、あの性能であったり、まあ、使いやすさという点で非常にいいものだと思っていて、自分自身も1個持って使っているものなんですけれども、今回は、リードはアモオンのものを利用してですね、何もつけないでサックスを吹いた状態と、アモオンの、ミュートを差し込んで吹いた状態と、Eサックスをつけて吹いた状態の、音色というものを今から吹き比べていますので、音色の違い、音量の違い、消音性能の違いというものを、一つ聞いてみてください。実際に吹いてみて、楽器の振動やですね、あの音量というものが、まあ、全く消されていないというふうには思わないものなんですけれども、まあ、Eサックスとはもう初めから勝負にならないものです。もともとサックスやクラリネットというものにおいて、こういったあのトランペットやですね、トロンボーンのように、ベルに差し込むタイプの消音器というものは昔から、試作品のようなものがいろいろ作られているんですけれども、やはりあの木管楽器の場合はですね、ベルの中に何か差し込むだけでは、どうしても十分な消音が得られないという部分はですね、必ずありまして、音量が、これは全く落ちていないというふうには感じないんですけれども、音域によってですね性能がまばらであったり、また、中心に、穴が開いているので、一番下のシフラットが出せたら大したものだと思ったんですけど、シフラットはやはり出ませんでした。ベルの中にですね、ミュートとして、完全に楽器の音量を1段階以上落とせるようなものということではなくてですね、ベルの中に、楽器のベルの中に、例えばこういったクロスなどですね、布を詰めたりして少し音色の変化を作っていくというような、奏法っていうのもあるんですけれども、それに近いものだと思ってですね、使っていくようなものとして持っておけば、何か使えないもないんではないのかなと思えるものでした。
楽器の演奏の上での一つの機能をきちんと持っているものというふうには到底言い難いもので、あの遊びのある道具という息を出ないなというふうに感じるものでした。ぜひ参考にしてみてください。これからもいろいろなリードのレビューやリードに関するさまざまな情報を発信していきますので、何か参考になりましたらチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。